はいどうも、コーヒーインストラクター1級のトモヤです。今回なんですけれども、こちらハリオさんから新しく出された新商品の紹介をしていこうと思います。でこちらですね、4つ早速買ってみたんですけれども、その中で今回はこちらを紹介させていただこうと思います。なんか奇妙な形の、一応ドリッパーになるんですけれども、こういう感じですね。 W60 というドリッパーなんですけれども、こちらをね今回、実際に抽出してみて、どういう味の違い、どういう抽出の方法の違いがあるのかっていうのを検証していきたいと思います。では早速入れていきたいと思います。はい、ということで今回はこちら W60 ドリッパー紹介させていただきます。こちらはですね、ワールドバリスタチャンピオンシップ2013年度チャンピオンのピート・リカタ氏監修ということですが、どういうドリッパーなんでしょうか。早速開けてみますね。ドドン、来ました、来ました、じゃじゃん。これちょっと後で拝見させていただきます。なんだこれは、ドドン、え、でかっ、え、これでかっ、何これ、どうなってんの。あ、下は陶器のハリオのドリッパーみたいな感じですね。これ従来のと比べるとこんな感じです。でかっ、ちょっとサイズ感は大きいですけど、うん、あ、でもこのリブがめっちゃ深い。あ、これはそんなに深くないんですけど、このリブめっちゃ深いです。確かに。で、陶器のドリッパーですね。で、こちらはいわゆるペーパーがいらないドリッパーってあるじゃないですか、あれです。ただ柔らかい素材ですね。もっと硬い素材のものが多いんですけど、これは柔らかいですね。結構お湯が抜けやすそうな感じです。もう透けてるんですよね。これをどう使っていくのか説明書を読んでみたいと思います。ピート・リカタ氏からメッセージがあります。代弁させていただきます。 W60 ドリッパーをご購入いただいたお客様へ、 W60 は3通りもしくはもっと多くの使い方ができると思っています。1、平底のメッシュパーツとドリッパー同時に使うことで信じられないくらいクリアなコーヒーを抽出できます。2、メッシュパーツのフィルターのみ、このフィルターのみ使えば、沈殿するコーヒーの粉も少なくオイルまで抽出できます。なるほど。3番、こちらのペーパーのみで使えば、これとこれですね、ペーパーで使えば V60 に従来までのこちらに似たような味わいを、風味を作り出すことができますが、 W60 の風味は V60 に比べてもう少しすっきりして丸みが出ることを発見しました。なるほど、こっちの方がすっきりするらしいです、従来のものより。それは多分リブが、さっき言ったようにここのリブが従来のものより深いので、紙がこの側面に吸着しちゃうとお湯が落ちにくくなっちゃうんで、落ちるスピードが遅くなっちゃうんですよね。こっちは吸着しにくいようなデザインになってるので、多分落ちるスピードが少し速いんじゃないかなと思います。この2つ分けて入れることもできるんですけど、これは想像できると思うんですよね。従来までのドリッパーに似たような味わいと、こっちはよくあるメッシュフィルターのドリッパーの味わいですよね。ただ今回はこの2つを合わせた方のレシピで抽出していきます。ピート・リカタ氏オリジナルレシピっていうのが説明書に書かれていまして、ペーパーとメッシュパーツでの抽出時、コーヒーの粉を 30g 使います。で、引き目は細引きから中細引きがおすすめです。今回はこれで中細引き引かせていただきました。お湯の量は 500ml、 蒸らしの時間は30秒、 70ml 入れます。抽出時間は4分20秒から4分45秒。蒸らしの後お湯を 100ml ずつ10から15秒間隔で注ぎます。ややこしいな。落としきるのか落としきらないのか、出来上がりの量が何グラムなのかっていうのが書いてないので分かりにくいですけど、 30g でお湯の量500って書いてるので 500ml を注ぐようにしてみます。出来上がりは何グラムになるかちょっと分かりません。はい、ということで早速抽出に入ってみたいと思います。こちらですね、まずこの下にペーパーをセッティングいたします。はい、お湯でまず全体をね濡らしてあげましょう。これは
ペーパードリッパーだったら大体どれでも同じです。はい、全体濡れたらもうそれで OK で、あ、全然吸着してない、もうほぼ吸着してないっす。あー、確かに。うん、これによって中で蒸れることを防いだりとか、散るスピードをちょっと早めることができるんでしょうね、おそらく。はい、ということでこちらのメッシュパーツをこちらに装着しまして、この上から 30g の粉を入れます。はい、こんな感じですね。ちょっと重たいんで難しいですね。あ、そうか、陶器か。これを持ってあげてこうした方が簡単ですね。はい、では入れていきますね。蒸らしは 70ml のお湯を30秒間で蒸らしてあげます。いきます。70ml 入れました。おお、これ下どうなってるんだ、見て見て、なんか、はい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 、こういう感じですね。はい、30秒経ったので出来上がりは4分30秒ぐらい目安で、500ml のお湯を注ぎます。ペーパードリップと変わらないですが、下に落ち始めるのが少し時間かかりますよね。2層あるので、一度落ち始めると割とスピードは普通のハンドドリップと同じぐらいじゃないでしょうか。結構腕しんどいですねこれ高さあるんですよ割と。なるほど。これ高い机とかで背の低い人が入れようと思ったらちょっと腕しんどいかもしれないです。あ、確かに。はい、では 500ml 注ぎ終えたので、このまま4分半まで待ちたいと思います。中見ますか、こんな感じか。結構溜まってる感じ。もうすでにドリップされたものがペーパーでこされてるようなイメージですかね。へぇ、これちょっと映してもらっていいですか。もうね、メッシュの方からは全然落ちないんですよ。確かに。ここにお湯は残ってるはずなんですけど、もう落ちないです。これが落ちきるのを待って止めましょうか。こう考えたら結構安定して入れれるんかもしれないですね。ドリップとかだと落ちきる前にこう止めて、そこでもう出来上がりになっちゃうじゃないですか。これはもう落ちなくなったらもう止めて、全体のお湯を注ぐ量は 500g で止めてしまって、そのまま待つっていう感じですかね。落ちきって今止めたら4分40秒ぐらいでした。うん、ちょうどこれに乗ってるぐらい、だいたい4分20秒から4分45秒の間で入れるようにしてくださいって書かれてたんですけど、今4分40秒ぐらいなんでちょうどいいぐらいだと思います。まあ見た目はドリップコーヒーですよね。うん、では早速飲んでみますね。ではいただきたいと思います。めっちゃすっきりしてますね。うん、やっぱ2層通してるだけあって、もうすでにドリップの状態から紙でこしてるので、通常のドリップコーヒーよりも少しすっきりします。なんかでもこのレシピだと少し水っぽい感じはしますね。しかもちょっと渋さが残る味わいですね。これここの中で割と停滞する時間が長かったんで、ここで渋さが出ちゃってるんじゃないか。ペーパーでこしてるんで渋さはなくなるかなと思ったんですけど、割と渋みがあってかなり時間がかかる抽出っていう感じですね。どうやろう、ちゃんと入れ方を変えて入れてみるともっと美味しくなるかもしれないですけど、正直に言うと従来のドリッパーの方が美味しく出ると思います。まあ好みももちろんあると思うんですけど、従来のドリッパーよりもすっきりでちょっと渋さが後口に残るような印象になりました。
これ以上粉を例えば細かくしてみるともっと落ちるのに時間がかかって後口の渋さが増すと思うんですよね。逆に粗くするともっと落ちるのが早くなってこれよりもっと味わいが薄くなってしまうと思うんですが、これはちょっと要検証ですね。もちろん合う豆合わない豆ってあると思うんですけど、今回は中入りぐらいのコーヒー豆を使用しました。ですが完全燃焼の形で終わっちゃいましたね。これ出たところなんでレシピがまだ少ない状態なんで、これ買って試された方はご自分のレシピを一度コメントでいただければ幸いでございます。でそれちょっと動画で撮ってそのレシピをもう一回再現して皆様に共有したいと思いますので、ぜひぜひお気軽にコメントください。このドリッパー気になる方は概要欄に載せておきますので、 W60 ドリッパー、よかったら買ってみてください。はい、これだけじゃなくて新しく出たこの無限という1回で抽出できるドリッパー、つまり蒸らしもなしでもう1回お湯を注ぐだけで出来上がるやつなんですよ。これは正直こっちより期待してなかったんですけど、めちゃめちゃ美味しくできました。薄くもならなかったですし、甘さがあったにもかかわらず渋さも全然出なかったんですよ。あとこちらですね、ダブルステンレスドリッパー、こちらの方も僕1回目中細引きで入れてしまったんですけど、粗引きで入れ直すとめちゃめちゃ美味しかったです。特にフレーバーが引き立ったのと後口の甘さの余韻がすごく長く続きましたね。これ全部の飲み比べした動画をまた別で撮りますので、ぜひぜひチャンネル登録してお待ちください。よろしければ高評価もお願いします。ではこの辺で終わりたいと思います。ありがとうございました。